オでは今回、シーゲコンコントローラーで動く組み込み Linux の開発環境、リネオ U Linux Elite をご紹介しております。Linux のランタイムとカーネルやコンパイラー、ライブラリーなどのツールチェーンからなる開発環境となります。こちらは、リネオ U Linux Elite の開発環境の画面です。プロジェクトの作成から、カーネルやパッケージのコンフィグレーション、ターゲットイメージの作成、インストール CD イメージの作成など一連の機能を統合的に提供します。こちらはリネオ U Linux Elite で開発した家の空調制御のデモです。C 言語コントローラーの温度入力ユニットには家の温度センサー、出力ユニットには家の中の LED 照明がつながっています。現在、家の温度は適温のため、家の中は白い LED が点灯していますが、センサーを温めることで温度が上がると、LED は赤に変わります。逆にセンサーを冷やすと、LED は青に変わります。入力した温度の情報をもとに、C 言語コントローラーが計算をするという制御プログラムを、リネオ U Linux Elite で開発しています。こちらは、その温度変化の履歴をスマートフォンから見えるようにしたアプリです。弊社が販売する組み込み用データベース、BIMASQL を C 言語コントローラーに搭載し、温度の情報をデータベース化しています。それをスマホのアプリから参照し、グラフ化しています。また、C 言語コントローラーのウェブサーバー機能を使い、パソコンでシステムの情報を表示させたものがこちらです。通常はコマンドベースで参照するシステムの情報をパソコンの分かりやすい画面で把握することができます。リネオ U Linux Elite は開発プロセスに沿ってウィザードを用意するなど使いやすさを追求しております。これにより初めて組み込み Linux の開発に取り組む開発者を支援していきたいと考えております。